皆様おはようございます。ニューヨーク在住のポリンコでございます。本日もキッチンから失礼いたします。毎日暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしですか。本日はですね、私こちらじゃじゃん、はい、今日の掘り出し物でございます。バナナ2袋、ナス、コーンでございます。これ全部でたったの5ドル、すごい。ということで久々に節約ビデオをあげたいと思うんですけど、日々毎日私も節約しております。今日のこの食材も全部で5ドルですよ。このコーン、あの2つで1ドルということで、2ドルで4本買ってまいりました。そしてこのね、見てよこのでかいナス。私も顔大きい方なんですけど、私の顔よりでかいっしょ。ということでね、これでございます。そしてラッキーだったのがバナナも1袋、1ドル、2ドル、全部で5ドルになるわけですけど、これ全部でね、もうこのバナナももうほらすでに黒い点々ができてきて食べ頃なんですよ。なので今日の節約術、もう私昨日実は普通にいつも通りにバナナをもう買ってしまってたんですけど、ほらもう昨日トレーダージョーズでバナナ10本買ってきちゃったんですが、今日朝ウォーキングに行ってうちの近所の八百屋さんで特価だったので、バナナすごいたくさんあるんですけど、また100円なので1袋100円よ、100円じゃない、1ドル1ドルなので、このもう食べ頃のバナナたちを冷凍してしまいます。そしたらいつでも食べれる。しかもこの冷凍バナナ、夏におやつとして食べるのもすごくいいんです。あの普通のアイスクリームとか食べるよりもね、冷凍バナナを。っていうことで、そんなの全然節約ですけど、大したあのビデオにするほどのことでもないじゃんっていう感じだと思うんですけど、まあ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 お付き合いください。はい、ではですね、このバナナを冷凍保存していきます。はい、まずラップですね。このアメリカのラップがちょっとね使いづらいんですけれども、まずラップを暑いので扇風機かけたら風に飛ばされるんですけど、このラップが切れないのよね。でダメだ、扇風機あったらダメだ。はい、じゃあこのラップに、そしてこのお買い得1袋1ドルのバナナ、あもうほら食べ頃すぎて、あー、はい、このバナナいきます。うわ、もうちょっと今すぐ食べなきゃダメなくらいね。はい、これをカットしてからラップにくるむと使い勝手がいいんですね。はい、じゃあもう一回やりますよ。これ皮むき、あもう食べ頃、あちょっと黒ずんじゃってるけど、これをトン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 ドン、そうすると後で使いやすい、あのグリーンスムージーとか作ってるんですけど、こんな感じであの切り分けて冷凍しておくと使いやすいです。皮をむいたバナナをこんな感じで切ってラップしておくと使いやすいんですね。はい、すごい、全部ラッピング終わりました。これ変な絵柄だな。
では皆さん、バナナ全部で16本、ラッピング終わりました。すごい絵柄だなこれ。これね、しばらくバナナ買わなくて済みますよ。16本、しかもまだ冷凍してないのが10本ありますから、現在我が家にはバナナが26本。何人家族やねんって感じですけれども、これをね冷凍したいと思います。こんな感じで、すごいよこれ、重たくて見せる。ではこれを冷凍したいと思います。はい、我が家の冷凍庫、やたらバナナが幅利かせております。はい、こちらもっと整理しとけばよかったんですけど、納豆とかね、あとバーガーとかね、こちらはお肉とかも。はい、では皆様、次はこちらのナスとコーンです。